皆さん方は小川一郎が起訴されたどんな理由で起訴されたのか、六段階事件とは何が違法だということで起訴された問題だったのか、ご存知の方はいらっしゃいますか？多分ほとんどいらっしゃらないのではないかと思います。なぜならあの時政治とかねという言葉が通りあり、じゃあテレビとの金の中身は一体何なのか、小川一郎がどんな金をどこから受け取ったのか、こういうことは一切明らかにされませんでした。そして皆さん、小川一郎とその今日の石川さんに対する不利益、これは不だったのです。小川さんは秘書の業を立てるために契約書に自分のお金ごと交換しました。そして不動産を取得したと所有権事前をし投資をしたのです。そしてその認めをもって小川一郎が不動産を取得したと正式に強く報告に署名しました。まず警察はこれが犯罪だと言ったのです。それが警察の言い分はこうです。お金を払った日付で証明をつけなくてはならない。だから小川一郎は不法行為をした。どうですか皆さん、一体どんなことが問題でしょうか。不動産を投資した日付で表面に不動産一つと書こうと、お金を払った日付で不動産一つと書こうと、どっちでもいいではありませんか。こんなところには何一つ問題がない。だから小川一郎は犯罪が何もない。だから人に犯罪でもないことをこれを命じたという、そこには犯罪は何もない。つまり小川一郎には何の犯罪もない。劇団会事件とは何の犯罪もない徹夜明けの裁判だったのだ。そういうことが裁判の中で明らかになりました。高名な筑波大学の教授はお金を払って続けても装備した日付でも装置で表面につけたってそれは構わない。むしろ、ご意見に電話した日付で書いた方が、はっきりと分かりやすいと、そう表現しました。ですから、この後、小川一郎は、無実になった。犯罪はなかったという判決があったのです。ところが、今回は、石川氏は、犯罪がなかったという、投票判決が出たにもかかわらず、有罪になりました。石川氏の訴えを最高裁が拒否したのです。控訴を棄却したのです。どうですか皆さん、犯罪でも何もないという判決が出ていると、なぜ石川さんは有罪にならなくてはならないのでしょうか。もう一つどうでもないことがあります。石川会議事件の石川さんの談義ってこの時の裁判長は小池理工という裁判官でした。この裁判官の判決文、今でもはっきり覚えています。彼はこう言ったのです。確かな証拠はないが、有罪であると推認する。そして、石川市長は有罪になりました。どうですか皆さん、証拠はないけど、有罪だ。こんなことが、わかりそうというのがこの日本です。こんなことは、正義と競争に全く反する違法行為です。石川市長は検察と裁判所の違法行為によってまた有罪を決められてしまいました。どうぞ皆さん、このことを分かっていただきたい。小川一郎に対する攻撃はこのように必要なのです。なぜなら小川一郎こそが今の安倍ちゃんがやろうとしている憲法に違反し、そしてそして人の権利を奪っていく、税金制度に反対し医療保険もなくなっていく、農業も潰してしまう、原発を再開し、この後事故が起きて多くの国民が被爆し、日本の土地がなくなっても、そんなことは困らない。何が何でも原発を取り払うこと、こういう安倍政権に対して真っ向反対の政策を取っていたのが小川一郎だったのです。そのことを皆さんに分かっていただきたいと思います。小川一郎は無実で何も犯罪行動していません。石
ックです。何も犯罪行為をしていません。ですからお互い一度は無実になった。それなら到底部長も無実ではありませんか。しかし最高裁判所は一審の証拠はなくても未来と推移する、このドイツ裁判所の言葉をそのまま受け継ぎ、石川さんを有罪にしました。恐ろしいことだと思いませんか。最高裁までに伝えても何の証拠がなくても有罪とされてしまうのが今の基本です。それは私たち一人一人に起こってくる問題です。日本は今とんでもない国になっています。安倍さんは憲法違反の憲法を無視して有罪的自衛権を閣議決定で決めてしまいました。今日本では憲法が弾圧にされ、そして地方裁判所も弾圧になっています。一体この国の政治、この国のモラル、これは一体どこが支えるといいのでしょうか。今日本は大変なぐたぐたな国になっています。こんな国で私たちは希望を持って生きていけるはずがありません。まずこのことを皆さんにお伝えしたいと思います。皆さんは安倍政権に満足していらっしゃいますか。アベノミクスは皆さんの生活に良い結果をもたらしたでしょうか。確かに株は一時上がりました。でもそれだけ、そして今乱高点を続けています。これだけでも期待と私たちにいるでしょう。これはどっちに日々のお金持ち、そして大切なレッキーハンド、僕らは思ってたに違いない。だって私たち時代に後をって自分たちで働き、そして自分たちで暮らしている一般の私たち、私たちにとって株価が上がったことがどんなメリットがあったでしょうか。安倍さんがやったのは国債を無期限に無制限に返しさせるという封じ手とされている方法でした。その結果お金はガブガブになり株は上がりました。しかしその感動で円はどんどん安くなっています。円が安くなれば企業は儲かるだろう、そういう考えだったのでしょう。しかし今大企業はほとんどもう日本から生産していません。外国で生産をしています。ですからいくら円安になってもこの企業が儲かることはありませんでした。その代わり円安は私たちの台所を打ちのめしました。皆さん、主婦の皆さん、私の主婦ですから毎日スーパーのお買い物行きます。この時と同じお金でどんなに欲しいのものしか買えなくなっているでしょうか。一切120円だった。ただ今ですね、これを買ってもらいましょう。今では一切180円、120円だったけど60円も値上がりしています。 50% の値上がりです。これが独宅です。私たちはみんなアベノミクスの円安によって被害を受けているだけではありませんか。無能面に行われた今日本の総務省の統計によれば日本の経済はものすごく発展しています。アベノミクスで経済が活性化するはずではなかったのですか。皆さんの生活は無邪気になるはずだったのではありませんか。だからこそ今から皆さんで安倍自民党にこの前の選挙で政治家の方々もやってるかもしれない。しかし安倍のミックスの正体が明らかにしました。安倍のミックスがもらっていただくためにはではなくて大企業の利益と、そして庶民のいずれです。いろんなところがこの国の経済が低迷していること、悪化していることを報告しています。運動した人たちはこの20年間下がり続けています。アベノミクスになってからで私たちの給料は下がり続けて物価は上がっている。この上に増税アップアップしているのに、この上に安倍政権は来年にさらに消費増税を行おうとしています。安倍さんの頭の中には私たち庶民の暮らし向きなど一つないようです。安倍さんは消費増税を行うとき、消費分はこれは社会保障に当てると言いました。しかしどうでしょう皆さん、今の消
切り立て、介護保険を切り立て、そして全てのお介護保険を切り捨ててきます。お介護保険に向けるという約束は全く実行されていません。そのことか、私たち総理には当時増税を行いながら、安倍政権は企業に対しては法人税減税を行っています。法人税は減税したらお金が足りなくなりますよね。この分を私たちは消費増税で払わされているのです。皆さん、安倍政権は大企業とお金持ちと、そしてアメリカの方だけを向いている政権です。彼らは私たちの生活がどんなに苦しくなろうと、それはどうでもいいこと、やる気にないのです。皆さん、悔しいと思いませんか。ギリギリで生活しているのに、ずっと歩み出してあげられ、それで消費税を取られ、その消費税が大企業の限定に使われているのです。こんな政治をいつまで私たちは我慢すればいいのでしょうか。小川一郎議員はこのような政策に真っ向から反対しています。国民の政策が大事では、本当に国民の庶民の政策を守るということです。小川一郎の大事の目、これは市長である田中克也さんから取られた言葉です。これは政治とは生活である、これが小川一郎の大事の目です。どうですか皆さん、国民の政策が大事、庶民の生活を守るのが政治だ、どう考えている小川一郎、今一度見直していただけませんか。もう一人、大企業にお金を貢ぐアメリカの国債を買って、私たちが納めた税金をアメリカに貢ぐ、このような税金、それがいいと思う人も自分の中にはいるのかもしれません。でも納税者は私たちです。私たちは税金がどう使われているのかをしっかり話しする必要があります。安倍さんはこの4ヶ月でほとんどの世界をぐるぐる回り、ここのとんでもない額をばらまいてきました。安倍さんが本国にばらまいた、4ヶ月でばらまいた私たちの税金、この総額はいくらか皆さんご存じですか。アメリカ国産の購入約束を含めて52兆5400億円です。それだけのお金を安倍さんは外国にばらまいています。国連総会に出席した安倍さんは学生たちからこのような質問を受けました。安倍さん、あなたの国ではまだ多くの地震や規模の被災者が数十兆だけで暮らしていますよね。それなのになんでこんなに外国に行かれるのを学ぶんですか。この人たちに使ったらどうですか。これはアメリカの学生が、アメリカに向かっていた質問です。